台東区では若手芸術家の育成支援として東京芸術大学の日本画、油画または版画の優秀な卒業作品の制作者に台東区長賞を授与し、彫刻や工芸、デザインの分野の卒業および修了作品の制作者に台東区長奨励賞を授与しています。令和3年度の受賞作品を受賞者へのインタビューとともにご覧ください。昔行った場所だったりとか、あとはもう存在しない場所っていう、あの記憶の風景をテーマにすることが多くて、心の内っていうのを表現するのがなんか制作の礎となってますので、まあ、風景とか体験とかそういうものを自分の記憶の中でどういうふうに消化していくかっていうのが大事にしているところですね。こう誰が見ても自分の中にある風景だったりとか思い出だったりとかをこう想起させるような作品を作って、こう自分とうまくこうつながれるような作品をどんどん作り上げていけるような作家になれればいいかなと思っております。ポーズが先にできて、そしたら暴力的な感じの形にはなってしまったんですけれども、自分がなんでだろうって思いながら描いていくっていうか、違うなって思ったら形が変わっていったりっていう、動じない人を描きたいっていうか、本当の威厳みたいなものって、そういう差し迫った脅威みたいなのの前でも平然としてられるなと思って、何かこうイメージができたとしてもひっくり返せるっていうか、もっと上のところに自分を持っていけるように慢心しない人になりたいですね。で、今回はエビフライをモチーフに、こうちょっと硬質な感じの部分とふわっとサクッとした部分が、こう人間の食欲をすごくかきたてる魅力的な造形だなと思っているので制作しました。人間が調理するものって、こうただ食欲を満たすだけじゃなくて、人間の持つこう造形感覚みたいなものが形に宿っていると思うので、すごく惹かれます。作りたいものに合わせて、こういろんな素材を組み合わせて作品を作っていきたいなと考えています。人の存在とかを感じ取らせるものを作って、その存在を表現できないかというところで、上野駅に設置されていた60年代頃の公衆電話というふうに、こう集団就職なのでこちらに来られた方々が故郷に電話かけたんじゃないかなというところからこれを選びました。20年とか50年後とか違った見え方がしてくるんじゃないかなと思っているので、化石としてこう提示していく作品っていうのを作り続けていこうかなと思っております。海外に行きたいなっていう思いが強くあったんですけども、なかなかコロナ禍でそれが難しくなってしまったので、蝶々が世界各国で擬態して私たちの元に運んできてほしいなっていう思いから制作しました。七宝焼きでできていて、有線七宝という技法で制作しています。見ている方が世界を旅するような気持ちになっていただける作品になったのではないかなと思っています。並河康之氏の作品を見た時にものすごく感動して、私も見ていただいた方に心が震えるような作品をどんどん作っていきたいなと思っています。歴代の先輩たちが捨てていた陶片と私の捨てた陶片っていうのが、こう山になってるゴミの山みたいな場所がありまして、それをまあこういう作品の中で一つの場所に集めてあげて、会ったことはないし世に出たことのないものなんだけれども、この作品の中でなら会えるという意味で作りました。陶片の供養という意味で、個人を送り出す儀式に使う器物の形をモチーフにして作っています。こうだって決めきらずに、いろんなところから刺激を受けてすぐに反応して柔軟な作品を作っていきたいと思っています。私ずっと高校生ぐらいからパッケージデザインをやりたいなっていう夢がありまして、包むっていうことに着目しようかなと考えました。人生に一番ずっと関わってきたものってなんだろうなっていう考えた時に、やっぱり鉛筆をずっと使って何か作ってきていて、幼少期から現在までっていうのをそれぞれパッケージ作品にしています。いいものを作っているのにそれが売れないみたいな
人を助けたいなっていう思いがあって、いいもののその価値を伝えるみたいなデザインをしていきたいと思っていますね。本作は匂いと記憶のつながりを捉えた絵本作品になってまして、匂いっていう決して目には見えないんですけれども、気持ちをすごい揺さぶる、私にとってすごい絵にするときに挑戦したいテーマだったので、ちょっと今回卒業制作にテーマとして選びました。見た人にもうあったかいなとか懐かしいなとか、そういうこうちょっとでも気持ちがあったかくなるような作品を作っていけたらなと思ってます。台東区長賞、台東区長奨励賞受賞作品はご覧の場所に展示されています。また台東区バーチャル美術館では過去の受賞作品も含めてご紹介しています。ぜひご覧ください。